おかえりなさい。おかえり、戦乱神楽忍びバーサス少女たちの証明。マーベラス AQL。 今ならやれる。くれない。あんまりまた戦闘いて。ホムラさん、グレンの力思い知らせてやる。私たちの物語だ。よし、行ってくる。行ってらっしゃい。忍びか。一人で抜け人狩りか。私はつむじ、蛇女の学生だ。兄さんの仇、ホムラ、死ね！お前、小道の妹だな。ホムラ、お前のせいで私の兄さんは悪人の世界を追われたんだ。中学生の女子にやられるようでは忍びも務まるまい。で、あいつは今何をしている？今は貧民街にいる。
そうか。私の仲間のヨミが貧民街の生まれだが、なかなかどうして住めば都らしいぞ。町の人たちは優しいし。ふざけるな！兄さんのことだけじゃない。お前は自分のわがままを通すために蛇状を捨てたんだ。うん、お前の怒りはわかる。しかし兄貴の仇を討つにはまだ力不足だな。もっと蛇女で鍛えてこい。ホムラ、今の生き方はお前が望んだものなのか？兄さんを失墜させ、蛇状を捨ててまで求めたものが今のアルバイト生活なのか？今のお前は忍びですらない。クソ、そんなお前に負けるなんて。私だって強くなってお前を倒したい。だけど今の蛇女では強くなるのは無理だ。どういう意味だ？蛇女は腐敗している。出資者の道元にみんな洗脳されているんだ。詳しく話してみろ。私もよくはわからない。しかし、とにかくみんな変だ。こないだまでまともだった人たちが、兵器がどうのとか、戦争がどうのとか、ブツブツつぶやいている。つむじ、みやびの居場所を教えろ。選抜筆頭のあいつに事実を聞く必要がある。みやび、ここにいたか。ホムラか。わざわざ自分から死にに来たか。道元が生きていると聞いてな。それは本当か？さあな。なぜそれをお前に教えなければならない？あいつはオロチを復活させようとしたやつだ。生きているなら放っておくわけにはいかない。くだらないことを。道元様の目的は妖魔の殲滅だ。オロチの復活など求めるはずがない。道元はやはり生きているのか？道元様に逆らいし者よ。ここで死ぬがいい！つむじが言う通り、洗脳されているのか？ホムラ、毎順次よ。任務開始。はい、行くぞ。やったぜ！
秘伝忍法。負けるわけにはいかないんだ。楽しませてくれよ。上等だ。薄っぺらいんだよ。余裕すぎる。進め。はあ。燃えろ。やりやがったな。汚いんだけど。秘伝忍法。行くぞ。逃げすか。秘伝忍法。今ならやれる。くれないの誇りを舞い掲げよう。いざ愚連のごとく舞い散れ。秘伝忍法。今ならやれる。くれない。これ
ト。行くぞ。シェッ、逃げすけ。負けるわけにはいかないんだ。決着。こんなの楽勝すぎる。よく聞け、道元は自分の利益のことしか考えていない男だ。風の噂によると、兵器やら戦争やら物騒な話が蛇女の中で飛び交っているそうじゃないか。このままでは蛇女もお前もいいように使われて必ず後悔することになるぞ。蛇女を捨てた抜け人の言うことなど聞くと思うか。そもそも道元様を疑う余地などない。なるほど、お前たちが洗脳されているというのは本当のようだ。行動や感情に変化はないが、道元の言うことには逆らえないといったところか。そんな嘘までついて蛇女を混乱させようとするとはな。お前の蛇女への憎しみは相当深いのだな。私が蛇女を憎む？そんなわけない。私にとって蛇女は母校だ。それは今も変わりない。お前がどう思っていようと関係ない。蛇女は絶対にお前たちの存在を許しはしない。抜け人は殲滅するのみ。首を洗って待っているがいい。話をしても無駄か。しかし道元をこのままにはしておけん。Marvelous AQL。 今ならやれる。くれ。